皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回は進撃の巨人のインディーズゲームですかね、有志の人たちがおそらく作ったこちらのゲーム、アタックオンタイタントリビュートゲーム、巨人のなんて書いてある、進撃の巨人って意味なのかなをやっていきたいと思います。でこれマルチプレイもできるんですが、とりあえずはシングルでやっていきたいと思います。でそうですね、キャラクターがミカサ、リーバイ、アルミン、マルコ、ジャンニ、エレン、タイタン、エレン、ペトラニ、シャシャ、サシャですね。でアフロマスカー、ジャンがお気に入りなのでジャンでいきましょうでこれ一応それぞれのキャラクターに必殺技的なものがあるんですよね。はい、でこちらですね、一応こんな形でキャラクターこれですね。で、何ができたっけ、あ、Nで敬礼ができます、ちゃんとでシフト、左シフトでジャンプですね。はい、でこの黙々の煙はタンクですね、ちゃんと必要なのでなくなったらこちらで補給する形ですね。今補給してます。真ん中のあのメーターですね、あれがなくなるともうこのジャンプというか立体軌道も使えなくなっちゃうのかな。であとは R ボタンでこの剣の、この剣がだんだん巨人と戦っていると脆くなってくるので、途中でカッターですよね、1個使うとこんな感じで剣を変えることができます。よいしょ、補給しとこう。補給所で全部剣も補給できる形ですね。であとはその重要な立体軌道ですね、これがスペースです。スペースで両方の立体起動装置を稼働させて E ボタンで片方、右片方を Q ボタンで左ですね。はい、こんなこと、こんな形で、あとはクリック左で攻撃ですね。右が一応必殺になっています。で今あれ2メーター級、3メーター級か、一番ちっちゃい巨人ですね。で原作と一緒で相手のうなじというか後ろ部分ですね、あれを削ぎ落とすような形で戦っていきます。では早速いきましょう。ほい、こんな形でこれで倒せます。まあこれは弱い巨人というかちっちゃい巨人なんで楽なんですが、これでかくなってきたり、あと貴公子とかもちゃんといるので、貴公子はかなり難しいですね、戦うのが。まあとりあえずどんどんちょっと練習がたりガテラ勝っていきましょう。まあ、結構高いところからこう見て相手を決めるのがいいですよね。結構いますね。あれは10メーター級なのかな。あーちょっとやばいですね。あれが貴公子ですね。であれは勝てないんだよな。まず来ましたね、こっちが。これ貴公子です。あんな感じで飛んできますほとんど隙がないんですよね、これ。これが、あー危ない、やばいですね。この建物の上を乗り越えてきそうな勢いですね。ご覧の通りかなり速いです。あーやばい、落とされた。危ない危ないやばいですね、こいつがいると何にもできないの攻撃の時やってみますか。あダメだやられたこんな感じで一撃で死んでしまいます。まあとりあえずちょっとどんどん練習していきましょう。でこれマルチできるんで、ちょっと近々募集かけてみんなで戦いたいですよね。一
一人だとどうしても厳しいので、よいしょ、あ、いるいる、この3メーター級は楽ちんに、あー、いか、油断してると危ないんですよね。あ、いか、いか、いか、あ、で、あとコントロールですね、左コントロールでこんな形で、あー、捕まっちゃった。で、ジャンはこの右、あ、できなかったこう捕まえたモーションの時に本当は抜け出すことができるんですが、ちょっと遅かったかな。もうなんか接近戦でもたもたしてるとあっという間にやられちゃうんで、うまいことこう勢いをつけた状態で倒したいですよね。よいしょ、下にいるのがまず良くないですね。で、あと正面からでも目を、あ、いか、あ、危ない目を攻撃すると相手をくらますことができるので、こんな感じですね。で、この後は決まってこの行動を取るので、ここで結構隙が出ますね。まあでもこれもでかい相手だとなかなか難しいんですよね。よいしょ。わあ。やばい。どうしよう。とりあえず目を。よいしょ。危ない危ない。危ない。よし、目をやりましょう。よし。なんかもう一人いるな。で、一応このシングルだとほとんど意味ないんですが、この信号が打てるので、赤、緑、黒ですね。この3種類ですね。これもマルチの時は意思疎通に使えると思います。まあ、とりあえず今は必要ないですね、全く。なんか足音がするんだよな、さっきから。とりあえず上に上がってないと危ないですね。よいしょ。あ、いました、いました。あ、ちっちゃい。よいしょ。ちっちゃいのは余裕なんですけどね。10メートル以上から、あと気候子が本当に難しいんですよね。まあ、協力プレイだとそこら辺も連携技でいけそうですけどね。一人が踊り役で。危ない。あ、で、は、今、刀がやられちゃいましたね。よいしょ。新しいのに付け替えて。いますね、あっち側にでかいのが。ちっちゃいのはこの建物の間に挟まってて見えないんですよね。よいしょ。あー、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。こういう時は逃げないと本当に危ないんですよね。お、危ない。やばい、やばい、来てる。でかいっすね。これで15メーターぐらいかな。危ない。あー、やばいですね。今のチャンスだった。危ない。おー、怖いな。一度上に上がるか。どうしようかな。もうちょっと高い建物だと楽なんですけどね。やばい、やばい、やばい。あ、危ない。おー、怖い。あー、いか、いか、いか。あは、ラッキー。運が良かったですね、今のは。あー、怖かった。今のは完全にやられたと思いましたね。よし。あと何匹いるんだろう。結構多いんですよね。あー、残り8匹って出てますね。いるな。ただ気候子がそろそろどっかに隠れてそうなんだよな。お、真正面からか。よし。
あ、やばい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 、危なかった危ないですね。よし、三角。ダメだやられた